はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。じゃあ今回はね、こちらを紹介したいと思います。園芸関連のグッズになります。雑草用さらば、ね、バイバイ、ね、除草シートになります。はい、こんな感じでね、通水性の比較ね、お水をねちゃんと通してくれるんです。あの、なんていうの、こうお水を通さないと枯れちゃうよねで、これはちゃんとしっかりとね、お水をよく通してくれます。で、目詰まりもしにくいっていうのが、あの、売りです。で、空気をよく通してくれるので土に影響を与えません。窒息しちゃうからね、結局ね、あの、空気が通らないとね。なので、雨水などのね、通水性もめちゃめちゃ優れていて、また水溜まりになることもなく快適に使えるよっていうね、シートになります。はい、でピンがね、こういうピンが20本ついてるので、まあ、適度なところでジャッ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 ってね、しっかりと押さえて、ね、固定することができます。はい、それでね、遮光性の比較になるんだね。こうして見た時に、まあ、しっかりとした厚みもあるので、このようにね、しっかりと 99% 日光を遮ってくれます、ね、で雑草がなかなか生えにくい、ね、すごいよね。日光で関係するんだね。そうなんだね。でもう通気性をほらこの通りね、加湿器やるとパーってこうね、通るぐらいしっかりしてるよということです、ね、はい。で10年使ってもね、全然大丈夫っていうぐらいの耐久性があるみたいです、ね。使用前使用後ね、やっぱあのこれやってるところだけこうして、ね、雑草が生えにくいというものです、ね、やっぱメリット大きいよね。はい、そんなわけで、10年間使える遮光性 99% ね、お水も通る、通気性も抜群という除草シートになります。はい、じゃあ実際に開けてみましょう。はい、それじゃあね、これ除草防草シートかね、除草じゃないね、防草シートだね、これね。はい、開封してみたいと思います。これどれぐらいかな、10メーターぐらいあるのかな、確か。よいしょ。まずこのシートね、不織布みたいなやつ、これぐらいの厚みだね。これほら、しっかりと丈夫だね、これね。で、どうなってるのかな、長さも。あ、こうか、こうか。あ、結構あるな。あるね、あるね。これ10メーターあるから、ちょっとここで伸ばしたらちょっとやばいやつじゃん、これ。これちょっと長えな。ね、はい。あ、長えな。ちょっと収集つかなくなった。ちょっと待ってよ。長えな、これ。どういう長さなんだ。あ、すげえ長えな、これ。あ、ちょっとこれ、すごいことになった。すごいことになった。ちょっと待った。ちょっと、すごいことになった。すごいことになった。あ、これ収集つかなくなった。これはどうなってんの。あー、これはちょっとまずいことになった。ちょっととりあえずね、10メーターぐらいあります、これね。10メーター。ここが1メーターの、こう折りたたまれて10メーターありますね。まあ好きな長さ切って使いましょう。それで、よいしょ。不織布。寒いんだよ、とにかくね。はい。で、土にね、押し付ける、これいっぱい入ってるね。これ、ピン。で、まあ、隅っこ周りを、まあ、適度に。こういうのがあるんだよね。で、おそらくなんだけど、これで、こうして、こうしてぐじゃびね、これで押さえる、土の下ぐーっちって入れてね、まあ、あのふかふかのふかふかの場所だとあれかもしれないけどもね、まあ、これぐらい長くぐしゃっとこうやるんだね、これね。はい、じゃあね、これまだね、今の時期じゃないんだよな、種まく時じゃないとあれなんだけど、でも何にもないとね、だからね、今畑ちょっとこれつけられ、今まだ種まきじゃないからどうしようかな。あのプランターかなんか、ちょっと試しにやってみる、試しにね、うん、ちょっと待ってて。はい、そんな感じでね、今ね、この幅
幅がこれでねちょうどここまでちょうどぴったりなんでちょうどいいやと思ってね。でこれ今ポンってこれそのまんまねこれよいしょはいこんな感じでねこうしてせーのよいしょポンよいしょよいしょこんな感じで、はい、あと一箇所ここねポンよいしょはいこんな感じだねはい貼ることができました。これで穴開けてね種ポンポンポンって撒けば草を防ぐことができるんだね。これねもうちょっと暖かくなったらね思いっきり活躍していただこうかなと思います。まあ、これが大体使用例ですね。どうだろうねこの防草シートね、草がいっぱい本当雑草がボコボコニョキニョキ出てきちゃうんだよね。でこういうのでも使えるよね。丸く切ってポンってねちょうどほら幅ちょうど合うよねこれね、ちょうどね10メーターあればねここのところバーって巻くときにできるんでこれね。はいそんなわけでねバッチリ参考にしてください。はい、そんなわけでいかがだったでしょうかね。まあ今回はあくまでもね、こういったものがあるよっていうまあ紹介です。もう冬1月だからね、ほんとこればっかりはもう今シーズン的にしょうがないんだけどもね、こういったものがあれば、ガーデニングなんかもね、綺麗に仕上がるよね。はい、じゃあお値段の方見てみましょう。せーの、ドキューン。はい、今回元気なおじいが使用したのはね、こちらになります。ね、1メーター×10メーターになります。お値段の方は1999円。その他にね、2枚セット、2個セットってのもあって、これが2個になります。そうすると3299円なんで、かなりお安くなってますね。で、あと30メーターバージョンもありますね。そして50メーターバージョンもあります。まあ、必要な長さに合わせてね、選んでいただければなと思います。はい、あと詳しい内容は Amazon のリンクで、ね、この動画の下にあるので、ご覧になってください。そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。セカンドチャンネルも見てね。